ラーメン の、 あのチャーハンは作ったことがあります。アイスのミニサイダーでフルーツポンチとか。ああ、案外美味しいよな。美味しい。皆さんが話しているのは各メーカーから発表されているアイデア料理、通称公式アレンジレシピ。こちらの投稿、かなりの数のいいねがついてます。今年投稿されたフルーチェのレシピは15万ものいいねが。他にはこちら56万回も見られています。こちらの投稿は30万回も見られています。調査を進めるとたくさんのバズったレシピを発見。そこで今回は企業初公式アレンジレシピ、街の人が作ってみたいレシピをここしらです。まずどんなレシピがあるのか調査開始。こちらのレシピパーティーにぴったりで美味しそうです。ベビースターラーメンを餃子の皮にのせたピザのアレンジレシピや、こちらバター風味のチョコ菓子をチキンカレーに入れてます。ブラックサンダー至福のバターをカレーにかけたバターチキンカレーを発見。さらに街で109人にアンケート。いやもう斬新すぎる。合うのみたいな。自分じゃ絶対思いつかないなって思って。めっちゃ美味しい。うま、美味しいです。街の皆さんが選ぶ作ってみたい公式アレンジレシピ1位は一体。19社およそ1300のレシピからココシラが厳選。今年話題になったものや最新のレシピなど5つの中から街の方109人に作ってみたい公式アレンジレシピをアンケート。まずは第5位。暑いのでちょっと辛くてなんか冷たいの美味しそうだなと思いました。冷やしたのとかあんま食べないじゃないですか、マーボー豆腐。でも冷やすの気になるなみたいなので。第5位は丸宮の麻婆豆腐の素。まずお好みの麺を茹でて冷やします。豆乳と麻婆豆腐の素を混ぜ合わせてかけるだけで冷やし麻婆豆乳麺の完成です。あ、すっごく美味しいです。濃厚な豆乳とちょっとピリッと辛い麻婆豆腐がとってもよく合います。野菜やお肉をトッピングすれば栄養もたっぷり。続いて第4位。分かりやすくてなんかイメージができたので美味しそうだなと思って食べたいなと思いました。ケンタッキーのフライドチキン美味しいから卵も合うかな。第4位はケンタッキーフライドチキン。チキンの骨を外し身をほぐしトースターで5分。ご飯の上にのせバター、卵、フライドガーリックをトッピングして醤油をかければケンタッキーガーリック TKG の完成。街の方の反応は。うまっ、うん、ね、卵と合いますガーリック美味しい。本当にご飯が進みすぎて食べ過ぎに注意しない。また街の方にどんなレシピがあると嬉しいか聞くと、コンビニなんかこう置いてあったら便利かな。コンビニも結構よく行ったりもするのであったりしたらでいいと思います。そこでコンビニの公式アレンジを調査。ローソンはプライベートブランドの焼き餃子や食パンを使った餃子トースト。ファミリーマートはハンバーグを白菜で包んだロール白菜。セブンイレブンは豚の角煮とポテトサラダを混ぜた背徳のポテトサラダなど、コンビニも各社アレンジレシピを提案していることが分かりました。続いて第3位は。美味しいものと美味しいものと比べたら美味しい。フルーチェ、美味しそうだから。第3位は今年話題になったハウス食品のフルーチェ。通常牛乳を加えて作りますが、このレシピでは生クリームと牛乳を1対1で加えます。見た目は普通のフルーチェと変わりませんが、すごく普通のフルーチェよりも濃厚で味が濃くて、弾力もちょっとなんかもちっとした感じがあってすごく美味しいです。続いて第2位は。
アイスだと甘い系が多いので甘しょっぱいという組み合わせがちょっと気になります。簡単だけどなんか衝撃がすごそうでちょっと食べてみたいなと思います。第2位は明治スーパーカップ。これに合うのはお稲荷さんの皮、作り方は超簡単。このように稲荷寿司の皮にアイスを詰めれば完成です。調理時間およそ40秒、火も包丁も使わないアイス稲荷の完成。大胆な組み合わせですがお味は、おいしい。やっぱりすごい、合ってるわ、スーパーカップ、おいしい、稲荷の皮とバニラアイス、絶妙なハーモニーに舌鼓です。また公式以外のアレンジレシピに挑戦する方も。オレオとかぐしゃぐしゃにして、でそこに牛乳入れて、で棒刺して凍らすんです。どんな感じになります？え、なんかオレオアイスです。そして街の方が作ってみたい公式アレンジレシピ第1位は、ブリュレが家でできるんだったら嬉しいかな。最近ブリュレアイスみたいなのが流行ってるじゃないですか。それをチョコマナカジャンボでできるのってすごい新鮮だなと思って。第1位は森永製菓のチョコマナカジャンボ。まずグラニュー糖と水を熱します。飴色になったら半分に切ったチョコモナカジャンボにかけて冷凍庫で30分冷やします。グラニュー糖を振りかけて熱したスプーンを当てれば、すごい、あ、結構簡単にしっかりブリュレができてます。仕上げに1時間冷やせばブリュレモナカジャンボの完成。チョコの上にブリュレした部分が挟まることによって、あのキャラメルの香ばしさが増して、さらに美味しさがアップします。調査の結果、手軽にワンランクアップできる公式アレンジレシピがたくさんあることが分かりました。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。